化粧まわしの生地を作ってます。博多織職人でしょうね。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。博多織の織り方で織っております。醤油の場合は1回通して7回打ち込むよね。細い糸をたくさん入れるんですよ。で密にするんですよね。粗くしなくて密に、だから締まりがいいんです。縦糸をびっしり入れて作るのは博多織なんですよ。縦糸が入ってましたでしょう。あれが1万5千本。78ですけど、今ニューヨークとシンガポールを目指してるんです。で海外でやっぱり発表したいです。今の時代に合う布を作り出したかったんです。博多織も最初700年前発明されたと思うんですよ。そういう布を自分で発明したかった。未来に残したい風景はですね、道原地区です。空が広いでしょう。夏冬色が変わるでしょう。結局根詰めて物を作るやろう、生き抜きがいるんよ。だから物作りはやっぱりこう自然が近くにあった方がいいみたいな。